千葉県にお住まいのラジオネーム、なおまるなおまさんから頂きました。ありがとうございます。 皆さんこんばんはこんばんは皆さに質問があります、はい、もし自分が休むなら誰に代わりを指名したいですか、はい、例えば自分よりトーク力のあるさやねを選んだりしたらしたらそのまま仕事を盗まれるかも <laughs> るあまりにも喋れない研究生を選んだらなんで選んだと非難を浴びるかも、うん、モンスターエンジンさんも代わりに頼むなら誰にしますかなるほどねなるほど<ー>どうですかお二人 まあ、今日はね、代打でリーボン来てますから。はい。まあ、その、感情移入しにくいところはあるかもしれませんが。はい。誰に変わる。ええ。なぎ先輩がいいです。そうはい。このレギュラー、やったとして。はい。代打ってなった場合は、なぎちゃんがいいってこと。はい。そうなんで。いや、もう。 天才だなと思って。あ,あ、そう。うん、はい。い <laughs> 意書してないいや、してないっすよ、もう。<laughs> 人を褒めるのがうまいんですよ、正規の天才だと思って。<laughs> はい、褒めるじゃない褒めるじゃい <laughs> 褒め上手。ゃ <laughs> 褒めてゃるじゃん。<laughs> 褒めてゃるじ <laughs> ゃん。こいですか。褒褒るじゃいな